行こう、ファナティオ。あら、坊やじゃない。ちょうどよかったわ。ん？なんか用か？改めて一言お礼が言いたいのよ。あの時私を助けてくれたそうだから。お礼なんてやめてくれ、ファナティオ。あれは俺が負わせた傷だったんだし、それに直したのは俺じゃなくてカーディナルなんだから。でもカーディナル様のところに送ってくれたんでしょ。致命傷を負った私を坊やが救ってくれたんだから、ありがとう坊や。ああ、随分雰囲気が変わった気がするんだけど。それについても坊やのおかげよ。もう一つありがとうと言いたかったの。もう一つ？ええ、私と戦い倒してくれたことにね。倒したことに？そうよ、言葉通りの意味でね。だって聖豪騎士として生きた長い年月の中で、坊やは私のことを女だと知ってなお本気で戦ってくれた唯一の男なんですもの。お礼なんて必要ないよ。俺はただあんたを超えなきゃいけないだけだったんだから、そのために全力を尽くさなきゃいけなかった。ファナティオが女だろうと男だろうと関係なかったよ。坊やのその気持ちが私を救ってくれたのよ。おかげで私はもう女であることを恥じたりしないわ。ファナティオ。私もね、昔は兜なんてかぶらずに素顔を晒して戦ってたの。でもある時気づいてしまった。相対する男の騎士たちの剣筋にわずかとはいえ気遅れがあることにね。模擬戦の相手をする男の騎士もそうだけど、命がけの戦いの最中にあった暗黒騎士だって例外じゃないのよ。私は女性という理由で手加減される屈辱に耐えられなかった。それこそ敗北して地に這う方がマシだわ。それはほら仕方のないことというか、剣を握る女性は貴族か領主の娘くらいだからな。暗黒騎士って連中も妻をめとるんだろ。なら男は女を守る対象として見てしまうんじゃないのか。そうかもしれないけど、理屈なんて関係ないのよ。女というだけで蔑まれるなんてごめんだったわ。その怒りがファナティオが兜で顔と声を隠して、さらに連続剣や転戦剣の技を会得した理由なんだろう。ええ、そして私こそが女であることに囚われている証拠でもあった。それを即座に見抜いた坊やはその上で全力で私と切り結んでくれたわ。本気を出さなきゃファナティオには勝てないし、女剣士の強さも身に染みて分かってたしな。私も身につけた剣技と術式の全てを出し切り、そして負けたわ。その後命を拾い意識が戻った時、つまらないこだわりは私の中から消えていた。結局相手に手加減を許さないくらい強くなればいい話だったのよ。その事実に気づかせてくれた坊やには感謝してもしきれないわ。そんな、いいって言ってるじゃないか。でも少し悔しいところもあるのよ。あの時坊やは私に女らしさを感じなかったんでしょ。なあ、いや、あの時は剣気の方が気になっただけというか。ねえ坊や、よかったら人目のないところに行かない？二人っきりの場所で頼みたいことがあるのよ。構わないけど、何をするつもりなんだ？人目のない場所ってここだったのか。確かに人はいないけど。二人きりと聞いて何かよからぬことでも考えた？え、そんなことあるわけないだろ。坊やはやっぱり面白いわね。からかいがいがあるわ。俺は面白くない。まあ
つまりは立ち会いを所望された、そういうことでいいんだよな。ええ、私はもう自分の性別にはとらわれない、自分に誇りを持って戦うと決めたの。だからそう思わせてくれた相手ともう一度剣を交えたい。お願いできるかしら。ああ、もちろん、喜んで受けるよ。ありがとう坊や。それじゃあよろしくね。私の実力見せてあげるわ。Ah!
ここまでにしようかしら。やっぱり強いわね、坊やは。いや、ファナティオこそさすがだよ。連続拳も含めて技の差が半端じゃない。ファナティオとの勝負はいい勉強になるよ。そう言ってもらえると嬉しいわ。ああ、戦っていて疑問に思ったこともいくつかあったしな。疑問？なあファナティオ、少し聞きたいことがあるんだけど、いいか？構わないわよ、何でも聞いてちょうだい。天仙剣は何が元になってるんだ？光線を出すようなものなんていまいち想像がつかなくてさ。そうね、坊やになら教えてあげましょう。これはもともと鏡だったのよ。鏡？ええ、鏡は物を映して見る道具として使われているけれど、使い道はそれだけじゃない。鏡はソルスの光をほぼ完全に跳ね返すことができるのよ。光は当たった場所を温めるから。ソルスの光が当たっている場所に跳ね返った光を当てれば他の2倍温められるってことか。そういうことよ。そして鏡が増えれば増えるほど集まる光は多くなって、そうしていずれは全てを焼く炎になるの。天仙剣は千枚もの大鏡から鍛えられたのよ。千枚だって？けど鏡は高価なもののはずだ。王都とはいえそんな大量の鏡どこから？130年ほど前、亡き最高司祭芸家がセントリア中から銀貨と銀細工を召し上げられ、ガラス細工師に命じられたの。そんなに大量の鏡を作れって？何のためにそんなことを？無影症攻撃術、兵器とかいうものの実験のためよ。ソードゴーレムの話を聞いた後だと末恐ろしい響きだけど。兵器？それは一体どんなものだったんだ？千枚の大鏡を半円を描くように並べてね。それはソルスの光を一点に集中させて純白の炎を生み出した。そして炎は身の丈ほどの岩をものの数分で溶かしてしまったわ。それじゃ威力は十分すぎるほどじゃないか。どうして剣にしてしまったんだ？結局戦場に持ち出すには仕掛けが大きすぎるという判断が下されたの。まあ考えてみればそれもそうか。大量の大鏡を運んで攻撃できるのは一点だもんな。ええ、きっと組み立てている間に攻め込まれるか逃げられてしまうでしょうね。そして残った大鏡から鍛えられたのがこの天仙剣よ。妖神ソルスの意向を攻撃へと転じる神器としてね。それであれだけの熱量を出せるのか。話を聞いた後だと改めて恐ろしさを覚えるよ。ファナティオは連続剣も使えるし、天仙剣の武装完全支配術も圧倒的だ。こうして受けてみるとやっぱりどちらも向かうところ敵なしって感じの技だよな。特にファナティオの武装完全支配術は最初目にした時本当に驚いたよ。一撃に重さがあるのに遠い範囲まで光線技が届くから相手は逃げ場をなくすよな。そうね、遠距離の相手にまで届くというのが最大の利点かしら。知っての通り私はこれまでその技を使うことで対戦相手が近づけないようにしていたの。確かにあの技を使えば近距離に寄らなくても敵を圧倒できるからな。ええ、でも今はもうそんな理由で技を使うのは恥ずかしくなってしまったわ。ファナティオ、正々堂々と女であることを恥じず目の前の敵と向かい合って戦う、そう決めたから。
それに坊や相手ならむしろもう少し距離を詰めたいところだしね。どういう意味だ。だってやっぱり坊やは可愛くて面白いもの。これからは剣以外のことも知りたいわ。いろいろ教えてちょうだい。いろいろってそれはこれからじっくりね。なんだかわからないけど、ファナティオが女であることを恥じないようになったのは良かったな。